2年5ヶ月ものブランクを作った WBC ミドル級世界チャンピオン、ジャーモールチャーロがのカムバックまで10日となった。32戦前哨 22KO の現役王者ながら暴行容疑で逮捕、起訴されたり、その後はメンタルを病んでしまったりとかなり評価を下げた。そのチャーロの声が届いた。自分の偉大さを示す2度目のチャンスを得たことに感謝する。 トレーニングキャンプはとても楽しかったので、準備万端だ。対戦相手のホセ・ベナビデス・ジュニアは素晴らしいファイターであり、彼について悪いことは何一つ思い浮かばない。ようやく自分の精神が体に追いついた。最高の俺を見てもらえるだろう。生まれつき、肉体は強い方なんだ。今回は、細かい動きとスピードアップに取り組んできた。強い選手たちとスパーリングをしてきたので、 トップコンディションが付けた。ベナビデスを眠らせる準備はできているぜ。俺は全く錆びていない。この戦いに言い訳もない。ベナビデスだって、俺が衰えたとは思っていないんじゃないか。しっかり働いてきたからわかるはずだ。これは、168パウンドでベナビデスの弟と戦うための最初のステップだしな。ホセ・ベナビデス・ジュニアはトップレベルでは勝てない。 彼は弟とは違うよ。俺が尊敬するのは弟の方だ。俺は正面に立って奴と戦うつもりだ。だから逃げるなよ。何の不安もない。彼の町全体を叩きのめしてやる。